はい、それじゃあね、一通りセッティングが終わったんで、バイオスなどの設定の方やっていきたいと思います。マザーのね、ジャンパーピンなどは一応すべて確認してあり、ボルトなどはいじられていない状態です。では行きます。こっち。はい、行きました。キーボード、つないであります。はい、行きました。マザーボードの設定画面に到達でございます。はい、無事 BIOS 到着ということでセッティングしていきます。よいしょ、何ちょっと潰しちゃった。3月、今日は20日でございます。3月20日へー、これ積んであって、これはよしよし、 CD つなぎます。どうかな、あれがはみよ、おお、来た、ブート来た。いやー、すげえ感動だな。認識する、お、認識する。なんとラット9いけました。無線だけど、これでいきましょう。英語機 IME、 今すぐインストール。よっしゃ、ご飯でも食べよう。ご飯食べてました。はい、来ました。さあ始めよう、俺たちのゲームの始まりだ。あれ、デスクトップさんないな。これか。さーて、起動しましたよ。はい、マイクロソフト基本ディスプレイアダプターということで、ドライバーが入っていないと。ドライバー入れましょう。まあとりあえず Windows 起動しましたというわけで、自作 PC、とりあえずはね、ここで完成ということでいいのではなかろうかと思いますよ。よいしょ。